こいつ。どうだ、さすがだぜ、惚れ惚れする剣の腕だな。くそ、このままで済むと思うな。仲間か、注意しろ。ルリア、無事か。カタリナ、私怪我はないようだな。君たちがルリアを守ってくれたのか。守るっつうかな、あの兵士たち、オイラたちのことも狙ってくるもんだから。あのね、あの人、私を助けてくれて、すっごくかっこよかったんだよ。そうか。とにかく、無事でよかった。それでよ、あんたらは一体、何なんだ？さっきの奴らの仲間ってわけじゃなさそうだけどよ。失礼した。私は、カタリナ・アリゼという。この子はルリア。助けてくれて感謝する。私からも礼を言わせてくれ。君も、よかったら名前を教えてくれないか？オイラはビーってんだ。で、二人はどっから来たんだ？あの兵士に追われてんの。どこから？なので、ここは危険だ。カタリナ注意。何をこんなところで道草を食ってるんです。ポメルン大尉。まったく白々しいですね。少女を逃がしたのはあなたでしょ。偉大なるエルステ帝国に盾つこうだなんて、いい度胸ですね。秘密の少女の観察役を賜っておきながら、この仕打ち。最小閣下がどれだけ失望なさるか。あなたならことの重大さを理解しているはずですね。青少獣を制御するために、その少女は必要不可欠ですからね。背任は重罪ですよ。大尉。青少獣を、私たち人間が、それも、軍事にその力を利用しようというのは、危険すぎるかと。青少獣は、星の民の遺産。かつての大戦で空を焼いた、恐ろしい兵器です。その力や正体は、まだわからないことも多く、人の手で制御するには。話題をすり替えないでほしいですね。まったく、これ以上くだらないことに時間を費やしたくありませんね。手っ取り早くやるとしますかね。くっくっくっく。ここほどの辺境なら、村ごと消し去ってしまえば、足がつくことはありませんからね。だと？邪魔者は排除するのみ。青少獣を従える力は帝国のものなのですからね。ヒドラを出しなさい。はっ。ヒドラ、まさか。そのまさかですよ、注意。あなたにもちゃんと責任を取ってもらいますからね。ヒドラを使う。散開して後方に陣を張れ。こんな化け物どこから、あのヒゲのおっさんが連れてきたっていうのか。カタリナ、本当に
この島ごと焼き払うつもりか。そこまでしてルリアの力を利用しようというのか、帝国は。だからそうだと言っているでしょう。帝国が全空の支配者となるための礎として必要なのですからね。その研究の一環としてこの島にある聖章の祠を探しに来たわけですが、まさかそれに乗じて脱走を図るなど、出鼻をくじかれた気分ですよ。カタリナ、ごめんなさい。私がわがままを言ったせいでこんなことに。ルリア、外の世界を見せると約束したんだ。必ず約束は守ってみせる。いつも現実ってものが見えてないようですね。ヒドラ、まずはそこのガキからだ。島釣りにあげて差し上げなさい。なんとあっけない。民間人、それも子供を。ポンメル、貴様どこまで腐った。なあ、嘘だろ、冗談だよな。返事しろよなあ。おい、大丈夫だから。この光は、村の祠の聖章が反応してやがる。この嬢ちゃん、ほう、これが例の祠だったわけですね。しかしこれは一体、大丈夫、私の力、あなたに預けます。なんですか？全然聞いてませんね。とにかく攻撃するしかねえ。もう飽きてきたですね。そろそろ終わりにしなさいですね。バンジキュースか。チクショ、準備ができました。
資源の竜、闇の炎の子、汝の名はバハムート。ヒドラが一撃でやられてしまっただと。バカな、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 そんなバカなですね。おい、今だ。ここを離れるぞ。こっちだ。意識ははっきりしているようだが、早く傷の手当てをしないと。この子は星の民にしか従わぬ聖少獣を操ることができる。そしてこれもルリアの力なのだろうか。平気なのか？痛みは？体に違和感はないか？カタリナ、この人は命がけで私を助けてくれたよ。けど、そのせいでひどい怪我を負って、この人の命は輝きを失った。だから、私自身、今度は私が、この人を助けるために。な、そう、これから私とあなたは、文字通りの一心同体。私とあなたは一つの命を共有することになる。ごめんなさい、不便な体になっちゃって。でもあの時はこうするしか。それとさっきの召喚は私だけの力じゃありません。あの聖少女バハムートはあなたを守るように現れて、むしろ力を貸してくれたというか。たまげたな。こりゃすげえぜ。おいらこいつは昔からやるやつだと思ってたぜ。おい、いたぞ、こっちだ。造園に見つかっちまったみてえだな。やれるか。一度死にかけているんだ。無理はするものじゃない。ここは私が。いいのか。あんた一応あの帝国の騎士なんだろ。聞いていたろ。私が帝国を裏切ってルリアを逃がした。話は後だ。さあ構えろ、敵が来るぞ。逃がさんぞ。活路を切り開くぞ。まずはこいつらを蹴散らす。
一属性の敵の攻撃に弱いみてえだな。そうだな。だが異なる属性の君がいればこの窮地も出せよう。仲間との属性の組み合わせも重要ってことだな。さあ行くぜ。連戦になる場合、勝利までの戦闘回数はここで確認できる。この後にもさらに1回戦闘が控えているが、けどここを切り抜ければ頑張りましょう。追い詰めたぞ。